さあ続いて倉持さん、テーマの発表をお願いいたします、はい、自由について、真剣に考える犯罪を計画、準備した段階で、捜査や処罰の対象とする共謀罪について、政府はテロ等準備罪として、構成要件を変えることで、法案成立を目指していますが、その対象となる犯罪について、政府が従来の答弁を修正する考えを示しました。 岸田外務大臣は先月30日の答弁で全く発想を変えて新たな法律を用意していると説明しこれまでの対象犯罪を限定しない案から対象となる犯罪を絞り込む方針を示しました。 もう法務大臣の答弁がむちゃくちゃで思わず安倍総理が駆け寄ってなん、ねはい、<laughs> とか持ち直そうとする場面もあったほど共謀罪、一体こうどうなっているんだとというこそもそもその共謀罪というのが、はい、まあ今回テロ等準備罪になっているのが違う法案だと言っているんですの絞り込みを行うとかって言っているのも、まあ、2005年、2006年にやっていたことと同じことをもう一回やっているんです、はいうん、676の犯罪にこう、えー、共謀罪が成立するとかっていうのを300の罪、140にするとやっているのでそれで 全然あの昔やってたこと変わらないんですけど、今回は三回廃案になってます。ねそうですね。で今回はまあそのちょっと同じだとか、各論点っていうよりは、ちょっとこの。 共謀罪を素材にですね自由についてちょっと考えたいなといいですね大き<の>い,い議論ですあの細かい議論は今日はもう置いといてでまず一つはそもそもやっぱテロの脅威からの自由ですよね、うん、テロに対して我々どう立ち向かうのかそして国内の法律整備をどうするのかといテロからの自由とこれトランプさんを支持する人たちはまさにこういったところを掲げているでしょそうですね今回だってそのやっぱあのオリンピックがあるとかっていうことであの まさにに法律の名前にもなっていると2つ目がですねこれ国際的スタンダードという他律からの自由と書いたんですけど<ー>要は今回この法律を作るのはもちろんそのオリンピックとかのテロの話というのとともに国際組織犯罪防止条約という条約にですね、まあえー、批准をしてその法律を作らないといけないんですよね。共謀罪 というまあ名前でかどうかは別としてその合意に基づいてそれだけで犯罪成立するって法律を作らないとその条約に参加できないとで、えー、まあ主要180何カ国で作って,て日本だけ先進国でやってないのはみたいな話でえこれに参加するために作るって言ってるんですけどもうそろそろそういうその海外からのですね、はい、そういうものに合わせるために何かしようとやめませんかと。死刑制度廃止論もね、えー、諸外国 の基準だからさっきのトランプの話でもそうですけど、うん、まあ海外からのまあ自立ではなくてこの他立っていうものからも自由になりましょうよと<ー>いうこととこれ最後が一番まあ重要なんですが今回この法律ができることによってまあ非常に我々のそもそものテロではなくて国家からのえ国家によるまあ制約があの強まることによってですねそれからの自由っていうものをもっとシリアスに考えなきゃいけないというのがまあえ問題でそもそも共謀罪っていったら何なのっていうのはまあちょっとここに。 えー「段階を」って書いたんですがまず一番原則は犯罪が起きた後、まあ、そうです犯罪がもう完全に実現しましたで起水と未遂の違いっていうのは一番大きいわけですよこれ起きてるか起きてないかだから、うん、でこれは、えー、犯罪が実現していないっていうのはこの未遂より下ですなんだけど未遂っていうのは実行に着手したけど実現せず 堀さんのこと殴りに行こうと思ったけどやめたみたいなよかった <laughs> <laughs> ナイフ持って出たけどやめた,た <laughs>、うん、やめなさいってうの、えー、で次は予備って言って、はいうん、さらに実行にはまだ着手もしてなくて準備行為自体が危険だと、うん、例えばもうあの飛行機を乗っ取ってテロをしようと思った時に拘束具とですねいろんなものを持って、うんえー、テロの準備をしたってその準備行為自体が問題だというのがこの予備と、うん、ネット掲示板に殺害予告を書いて それで逮捕される。そうですね。うん、そういうのも、まあ、予備に入りますよね。で、えー、さらに、えー、だから、その。犯罪の実現から、どんどん遠ざかっていくわけです。なるほど行為がどん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 、あの、弱まっていくわけですね。うん、で、最後、共謀っていうのは、そもそも行為がない。わけです。うん、ここで、例えば、なんかしようぜと話し合っただけで。うん、何にも、別に、あの、危ないことをしてないにもかかわらず、うん、合意だけで逮捕される。うん、犯罪成立しちゃうっていうことが。まず、そもそも。 問題なわけですよねそこが論点になってるわけですこれをその個人じゃなくてやっぱ特定の団体にしましょうとか、えー、その対応する犯罪の種類っていうのをいろいろ絞っていきましょうで、今も13個共謀罪っていうのがあるんです特定秘密保護法とかに入ってるんですけど個別に対応するんじゃなくて今回はもう包括的に共謀罪っていうのを作りましょうという話をしてるとで政府はですね、まあ、こんな事案について共謀罪を新しくやっぱ作らないと対応できないって言ってるんですよ。簡単によって一番上がサリン事件。 オウム心理教事件を元に、はい、で2個目はまあ9.11はいアメリカの統テロのような、はい、で3個目がサイバーテロ 2>,、はい、2個目なんかはですね例えばこれ見てください高層ビルに突撃させるテロを計画してで搭乗予定の飛行機や航空券予約した場合こ航空予約て危険ですかうんそれだけだとちょっと分からないです,いですよね、はい、行為自体は危険じゃないけどいやっぱり合意だけで、えー、犯罪が成立するっていうことになると 一体何が起こるのかっていうのを想像してみようっていうのがま,あまず一番大事ですね我々の自由にとって何が違うかと。そもそもやっぱ暴の合意を持ってそれだけで逮捕できるとなるとこれを捜査機関を覚知しなきゃいけないので捜査手法が全然変わってくる。つまり まあ、通信傍受つまり盗聴が拡大したりとか生活の中に権力の目とか耳がまあ入ってくるので非常に監視社会化してくるわけですね今ね GPS を使った捜査のあり方とかもねかなりあの問題になっているじゃないそうですその犯罪が成立するってことはまあ逮捕されるってことなんですけどで今まではその未遂とか予備とかっていう犯罪があってですねそれを整備したりとか現行法でそれがえ今までの,そのえ犯罪の,その枠組みでですね 今回その政府が今出してたようなものも逮捕できるはずなんだけれども今回共謀罪を作るっていう時に逮捕されるっていうのは我々の自由がまあ大きく制限されるわけですよ。うん、でその人身の自由とかもちろんそうですけどそれが制限される時にここにちょっと書いたんですがより制限的でない他の手段がないのかとつまりもっと軽い制限でも目的を達成できるんじゃないかと、うん、今回の政府がテロを防止するために。 えー、共謀罪を作らないなんてできないと言ってる事案も実は今までもできるんじゃないかとかっていうことでさっきの,そのここの「汽水から未遂予備共謀」ってありましたこどどんどん下がっていくほど自由のラインを後退させてるわけですね,ですね僕らの。うんうん、それを全然こう我々ナイーブになっていてもっともっと自由を、えー、制限されるのに対して敏感にならないといけないしそれによってこういう監視社会みたいなものが出来上がるとすると、えー、こ最後に書きましたけど自由のラインを軽々しく国家に 譲り渡しすぎじゃないかと最も尊いものは自由であるという価値観を皆さんが共有しているということを前提に話してますけどこれについてもっと真剣に考えないと共謀罪も、あのー、そうですね一度出来上がってしまったらねもうなかなか交代できないですからね。そうなんですねこれしかも自明ののラインがあるわけじゃないので、えーはい 交代したらそこが僕らの自由なラインになりますからこれは何とか守らないとそこをもっと議論しないといけないと思いますね。うん、ぜひ皆さんあの国会の様子議論の様子などを注目してくださいインターネットでも見られますからね、はい、ありがとうございましたさあ続いてオピニオンクロスの次はこちらです